おはようございます。今日もギリギリになってしまったんですけども、まあそろそろ1レースが始まる、まあ多分編集して動画を上げる頃には1レースが終わってると思うんですけど、ちょっと駆け足で行っていきたいと思います。今日は竹内騎乗8倉ですね。8倉に騎乗します。1日これぐらい乗ってくれるとね、まあ今日は現地観戦に行ってないんですけど、まあ現地観戦に行くとしたらかなりお腹いっぱいだなという感じなんですけど、まあ7倉、8倉乗ってくれるとね、嬉しいところですね。まあ来週は札幌記念に行くんで、まあ来週は8倉とか、まあ7倉、8倉乗ってほしいところなんですけども、まあ最近はでもちょっと重賞だとね、かなり期待するレースだと絞る傾向にあるんで、まあどうなのかなと思うんですけど、とりあえず今日の竹内騎手の購入する馬ですね、ちょっと期待順に行きたいと思います。まず4レース、シャリーゴールド。まあ今日最初のレース、芝1500メートル。シャリーゴールドは父がエピファネイアで、母の父がディープインパクト。菅井直輔厩舎の、シルクレーシングの所有馬ですね。ここ20002着が2回と。ミッキースピネル、インマイポケットと、まあ未勝利戦にしてはややレベルの高い馬にやられたかなと思うんですけど、まあ今回は順番が回ってきたんじゃないかなと思いますね。まあ竹内騎手が点乗りではあるんですけど、まあここはしっかり決めてくれると信じております。次に札幌7レースですね。ラブスコール。こちらも点乗りですね。芝の1500メートル、父がドゥラメンテ、母の父がファイアブレイク。これは先祖がノーンファクトの馬ですね。美穂の加藤正弘厩舎で、横山武史、横山和夫騎手が、まあこれまで騎乗してましたね。まあ、二人とも札幌にいるんですけども、まあ今回は竹内騎手にオファチが回ってきましたね。まあ、前走は1008から1の距離短縮ですね。まあ、1500と。まあ、1500メートルは新馬戦で良い勝ち方をしているんで、まあ、ここは点乗りですけども、まあ、ここも期待したいですね。続いて10レース、藻岩山特別、マイノワール。この冒頭のレースシーンは、マイノワールですね。芝2000メートルの、父がマインドヨアビスケッツの、母の父がハービンジャー。まあ、前走は開幕週の馬場が合わずに7着でしたが、まあ、それでもコンマ4差と。まあ、前走の釧路出現特別の上位馬が4頭来てますね。まあ、4頭それぞれに先着されてますけど、まあ、開催が進んでこの馬向きの馬場、まあ、時計のかかる馬場になっていると見込んでの単勝ですね。まあ、あとギャンブルルームとの馬連とワイドで考えております。あと最終12レース、リュクスドレフォン。これはまあ、まあ、竹内騎手のちょっと得意なダート、札幌ダート1007ということなんで、まあ、点乗りですけど、単勝をまあ、ちょこっと買おうかなと、まあ、プラスが出たら買おうかな程度に思ってます。まあ、とりあえず、今日の馬券は4頭ですね。関谷記念はプレサージュリフトを本命に考えてます。現在2番人気ですね。左回りのマイルはこの馬にはベストかなと。あと、まあ、実績も上位だと思うので、まあ、新潟コースは初コースにはなるんですけど、まあ、東京校舎なので問題なしと見ております。相手はラインベックとダディーズビビット。まあ、それぞれ新潟実績があるのと、ラインベックは外、ダディーズビビットは内と、まあ、それぞれ欲しいところに入ったかなと。あとは出来が良さそうな重賞馬のパラレルビジョンも追加して、まあ、この4頭で行きたいと思います。中京の小倉記念はディープモンスターの単勝を考えてます。前走を叩かれて中間の調教が絶好なんですね。まあ、トップハンデになるのと、まあ、青影のね、漆黒の馬体になるんで、まあ、中京の厚さは気になるところなんですけども、まあ、これまでの相手よりも楽なメンバーになりますし、まあ、ここは勝ち切るんじゃないかなと、まあ、一応単勝、副勝で考えてます。とりあえず今日はこんなところで、馬券を勝負したいと思います。